はい。歯科ではインプラントや審美治療など理科と違って自由診療を行うことが多くなっています。インプラントの値段も医院によってまちまちで、患者様にとっては何がいいのか分かりにくいとは思います。インプラントメーカーによっても値段の差もありますが、その先生がどういう研修を受け、どういう器具を使っているか、それによって費用が大きくなってくると思います。患者様にとっては安い治療っていうのがいいとは思いますが、値段だけではなくてですね、その先生がどういう診療をしているかっていうことをホームページや実際お聞きになって判断されることがいいと思います。一期歯科で行っているカウンセリングと、そういうのでしっかりその治療のメリットデメリットをお聞きになって決められることがいいかと思います。その治療によるメリットだけでなくてですね、デメリットもしっかりと、説明される医院は、良心的な医院ではないかと考えています。インプラントにおいては、CT という、レントゲン装置を使って診断しているかしていないかっていうのも一つの基準になるかと思います。学会の専門医や専修医、そういう、ものを持ってらっしゃる医院の先生も、一つの判断基準になると思いますが、最終的にはやはり自分自身が、その先生との相性のお話を聞いて納得して、診療を受けられることが大事だと思います。